ソチエタスポルティバディレッタンティスティカバレーゼ、カルチョ SRL は、イタリアバレーゼに、本拠地を置く、サッカークラブである。2017から18シーズンは、セリエディジローネーへに所属している。バレーゼ FC として1910年に設立。長年にわたって、会カ,カテゴリーで戦っていたが、1960から1970年代には、ピエトロ・アナスタシ、ロベルト・ベッテが、 クラウディオ・ジェンティーレラが在籍し、通算7シーズンをセリエ A で過ごした。しかし、1974から75シーズンを最後にトップリーグからは遠ざかり、低迷が続く中で2004年には経営破綻によって、地域リーグのエッチェ・レンサまで降格。現在の AS バレーゼ1910として再出発を切った後、 2010から11シーズンは26年ぶりとなるセリエ B に挑戦。1年目から2期連続で昇格プレイオフに進むも、セリエ A 昇格は逃している。2019年8月12日に裁判所へ正式に破産宣告し、クラブが消滅。バレーゼの伝統を正式に引き継ぐことを提案している。会社がなく、2019から2020シーズンは、どのカテゴリーリーグにも、 未登録のまま。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。GKDFMFFW。ありがとうございます。